星が綺麗だ。うん、そうだね。鹿児島に行くとさ、思ったよりも星が見えないんだ。不思議だよね。こことそんなに離れてないように思えるのにさ、ほんの少しの距離、それだけで全然違う。そうなんだ。だから俺、いつの間にか、アキちゃんがどうしてあのバイトを始めたのか、その理由さえわかんなくなっちゃってた。恋。でもさ、それも多分俺のせいなんだよね。違うよ、それは単にうちが勝手に。いや違うよ、俺がはっきりさせなかったせいだ。だからアキちゃんに余計な不安を与えちゃってたんだと思う。アキちゃん好きだよ。俺さ、昨日アキちゃんが倒れた時すごく怖かった。また例の発作が出たんじゃないかって。それで改めて気づいたんだ。本当なら俺はアキちゃんのそばにいるべき。いや、そうじゃない、痛いんだって。でも今の俺はまだまだやらなきゃならないことがたくさんあって、そのためには今までみたいにずっと一緒にいることはできない。でもいつかさ、いつか俺が自分の足でしっかりと夢に向かって歩き出せる時が来たらさ、その時はずっとそばにいてほしいんだ。女の子らしいことなんて何もできないし。それにいつまでたってもロボットロボットって。わかってる。でもそれがアキちゃんでしょ。いいの？うちで。もちろん。姉ちゃんじゃなくても。だからなんでそこでミサ姉が出てくるかな。だってカイ、あの日から何も言ってくれないし、きっとお姉ちゃんの方がいいんじゃないかって。何も言わなかったのは照れくさかったから。でもそのせいでなんかタイミング失っちゃってごめん。それじゃあ本当に？もちろんミサ姉のことは好きだよ。でもミサ姉に対しての好きとアキちゃんに対する好きは全然違う。俺がずっと一緒にいたいって思うのはアキちゃんだ。だから俺はアキちゃんがいい。違うな、アキちゃんじゃなくちゃダメなんだ。アキちゃん？カイのことは大好き。
ょっと痛いよ、カイ。ごめん、でも、もう少しだけ。でもさ、なんでここに来て急にロボット卒業だなんて言い出したの？それはそのミッチーに言われたから。ミッチー、いつまでもロボットロボットなんて言ってたら男にモテないぞって。アキちゃんは今のままでいいよ。だっていつだってロボットロボット言ってるのがアキちゃんでしょ。それはそれでなんかダメな気がする。いいんだって、それが俺の好きなアキちゃんなんだから。はい。ありがとう。でもね、カイも夢に向かって頑張ってるんだし、うちだって頑張りたい。だからロボット卒業はしないけどさ、これからは料理とか家事とかロボット以外のことも頑張る。うまくできるかどうかはわからないけど。それでいつかはカイの夢と一緒にうちの夢も叶えられたらいいな。アキちゃんの夢？等身大の人型ロボットで作る？そうじゃないよ、もっと普通の夢。だからそのカイは見ててくれる？ずっとうちのことを。